まあ、メンバー的にはもちろんリオで走ったメンバーや、まあ、ロンドンアジア大会で走ったメンバーがいるので、多分誰が来てもしっかりバトンつなげれると思いますし、まあ、僕も走っているので不安なくいけるかなと思います。印象としては今まで出てたメンバーと比べて非常に若い世代が入ってきているなって自分も含めて思うので、メンバー的にも今まであまり見られなかった走順などが出てくるかもしれないので、そこら辺はすごく注目できるところかなと思います。初めてね、日本に世界リレーが来るということで、まあ、そのアンバサダーに選んでいただいて非常にまあ光栄であると同時に、私現役時代にはこういうリレーの世界大会というのがまだありませんでしたので、はい、なんか羨ましいな、出たかったなという思いがあります。光栄であることと、あと私一枚選手もしてまして、個人的に出たかったなっていう思いもありつつ、選手目線というか、もっとこう臨場感のあるね、PR の仕方というかができればなと思ってます。日本で行われるこの世界リレー、そして、オリンピック前年というところも、自分が陸上競技の代表だと、使命感を持って存分に楽しんで、そして皆さんにこう喜んでもらうと。やっぱテレビで見てたら、やっぱ、決勝の8人ともみんな速いから、そんなに誰が速いとかって分かんないですけど、やっぱ生で見たら速さとか分かると思いますし、中継であっても、バトンパスとかがやっぱり逆に生で見るより、映像の方が見やすい時もあると思うので、そういう細かい部分もしっかり中継で見てもらいたいなと思います。特に僕が見たことない 2×2×400m のリレー、1人2回走るっていう種目がものすごく新しいので、一体どんな戦略で各国選手はやってくるのかなっていうのはすごく楽しみにしています。最近やっぱ日本のリレーはもうメダルを取って当たり前みたいな風潮が出ているので、やっぱその期待に応えられるようにしっかりメダル取っていきたいなと思います。自分の与えられた走順役目をしっかりそれぞれが全うすることっていうのが大事だと思っているので、集中していきたいと思ってます。